過激派組織イスラム国が拘束しているフリージャーナリストの後藤健二さんと見られる男性の新たな画像の公開を受けて、安倍総理大臣は先ほど極めて卑劣な行為であり、強い憤りを覚えると述べました。極めて卑劣な行為であり強い憤りを覚えます。厳しい。大変厳しい状況の中で。後藤健二さんの早期解放に向けて。 政府一丸となって取り組みを改めて指示をいたしました後藤健治さんと見られる新たな画像の公開を受けて政府は今朝関係閣僚会議を開いて対応を協議しましたその中で安倍総理は極めて厳しい状況だがヨルダン政府に協力要請をしていて今後もその方針に変わりはないという考えを示しました政府は今回の画像がこれまでの画像と同様に 音声も含めて後藤さん本人の可能性が高いと見ています。